皆さん何か感じませんか？響きますね。かわいい。なんか寒い、寒いですか？なんかもわっとするような、私目がだん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 曇ってきてるんですけど、本当だ。洞窟の暖かいですね、地熱みたいなものが表に出てきてます。あ、本当だ、暖かい。暖かいですね、長いですね。サウナみたいな。だいたいこの鍾乳洞、玉泉洞の気温は21度ぐらいです。結構暖かいですね。夏涼しく、冬暖か、最高じゃん。こういうところで必ずこけるんだよね、私。水が溜まってますので気をつけてください。あ、待って、後ろが全然いない。なんか水が溜まってるから気をつけてくださいだそうです。あ、うなぎはね、このもうちょっと出口側かな。でもいるよ。銀柱って。コウモリ。上のものが落ちてきたりとかないの？あ、今のところはないです。だけどやっぱり数十万年とか、やっぱりそういったスパンだとたまに落ちてきたりもしてると思います。だけどこの50年間この観光道を営業してきた中では落ちたことはありません。あ、これ最高だね。皆さん頭の上見てみてください。氷のつららみたいなのがたくさんありますね。これはつらら石という名前の鍾乳石です。で、目の前にはですね、石の柱がたくさん並んでますね。これ地面からタケノコみたいにニョキニョキ生えているみたいですけども、これはですね、石筍という名前で、石のタケノコというふうに漢字で書いて石筍と呼ばれている鍾乳石です。で、
で、大体ですね、1メートル成長するのに作られるのに大体1万年ぐらいかかってます。だからですね、正面の石の柱、銀柱とありますけど、あれは大体4メートルか5メートルぐらいあるので、5万年ぐらいかけて出来上がったものですね。すごい。あとね、太さがありますので、まあ、その分もちょっと加味していただくと、もうちょっとかかっているかもしれないですね。あと上からぶら下がっているつらら石ですね。これも大体長いので2メートルぐらいもありますね。これ天井から水がボタボタ落ちていて、でその中の炭酸カルシウムという成分がこういった照明石を形作ります。大体3年で1ミリぐらいですね。3年で1ミリぐらいこの玉泉洞の場合は、伸びています。だからこの水滴がポタポタ落ちる場所ってですね、じっと2万年ぐらい経っていると頭の上に2メートルぐらいの石塵がですね、できるかもしれないという感じですね。では、先ほどですね、質問があって、ご質問ありましてですね、洞窟の天井の荷ぶら下がって、これ、投入石が落ちてこないのかという質問があったんですが、まあ、落ちてこないこともないんですけども、ただ、その例えばこういった投入石ですね、大体1メートルから2メートルぐらいぶら下がってます。なのでですね、この辺りはですね、1万年から2万年間ですね、天井が大丈夫だったということですね。はい、怖いよね、突き刺さるよね。でもそういった感じで、そういう時の下を歩いた方が、逆にですね、安定している場所ということでですね、安心かもしれませんね。では、もうちょっとですね、先の方に、先というか出口の方があっちなのでですね、進行方向あっちですので、あちらの方にちょっと U ターンという形で進んでいきたいと思います。あ、失礼しました。垂れてきた。そしてですね、この雨水ですね、こう地面に降って、地面の中の土とか土壌といいますけども、土の中に雨水が染み込んでいって、その後その土の下にはですね、この鍾乳洞を形作る大元になっている岩があるんですね。石灰岩という名前のですね、岩があるんですが、その岩の隙間に染み込んでいって、
そして、最後にこの洞窟の天井からですね、鍾乳洞の天井から水が染み出してくると。そして今お兄さんたちが飲んでるって感じですね。これ水の中にですね、石灰岩を溶かしたですね、成分、炭酸カルシウムという成分が含まれていて、これが洞窟のですね、この鍾乳石をまた作り出す元になっているんですね。後でまたちょっとですね、この先で詳しく説明したいと思います。ちなみにこの場所ですね、2万本ぐらいつららいしというですね、鍾乳石がぶら下がっております。なんか不思議な写真が。この場所はですね、もうとっても例えばシャワーヘッドみたいなものを想像してみてください。シャワーヘッドみたいな、もうシャワーのシャーって出るの分かります？ああいうような感じでですね、天井にちっちゃい細かな穴ぼこが開いてまして、そこから水が染み出してきて、で、そしてこんな風に密度の高いですね、鍾乳石ができてます。しかし大きな広い空間ありましたけど、あそこにはあんまり鍾乳石できてない場所もありましたよね。あそこはあんまりですね、こういう細かな隙間がなくてですね、ちっちゃいですね、網戸も通れないような細かな隙間がですね、天井にたくさんある場合はですね、こういうふうに密度の高いですね、鍾乳石の運落といいますか、こういったものができます。では、階段を気をつけて、また下の方に置いています。階段で飲まない方がいいね、下を見てから飲んでください。ちなみにこの階段をですね、皆さん置いてますが、階段の右側ですね、あっちにもまだ洞窟がずっと続いてますが、そこはですね、夏休みに洞窟探検をする洞窟になっています。で、6000メートルくらいずっと続いていて、水も流れていますね、それを腰ぐらいの水に浸かりながら探検する洞窟になっています。はい、周りにあるこういったので、触っていただいても大丈夫ですよ。で、手すりとかですね、足元にも鍾乳石がたくさんできてるの分かりますかね、触ってみてください。ぜひですね、どんな感触なのか、やっぱり見ただけじゃ物事分かりませんので、実際触ってみてください。ツルツルしてるかな、ザラザラしてるかなとか、おいしい、舐めた。ちなみにこの通路ですね、35年ほど前にですね、作り直したものです。なので35年間かけてこの足元に鍾乳石できてたり手すりにできたりしてます。まあ、35年で2センチぐらいですね、石筍というこうなんですかね、鍾乳石ができてるということですね。あ、わかります。風がね、ヒューって吹いてますね。あ、まだまだ超垂れてくる。超垂れてくる。ボタボタ落ちてくる場下には必ずこの石筍っていうですね、鍾乳石がありますね。茶色いのはですね、人に踏まれてるから茶色くなってます。で、人に踏まれてない手すりの鍾乳石見ていただくととても白いですね。本来の鍾乳石の色っていうのはこういった白い色なんですね。あ、今ですね、先頭のお兄さんがですね、いい質問をしていただきました。右側のですね、石灰岩の壁についてる泥は何かという質問なんですが、この泥はですね、ちょっと後で説明しようかなとも思っていたんですが、実は玉泉洞はですね、天井まで水に浸かってた時代があります。ずっと水がこの天井までですね、満たされていて、いた時代があって、その時にですね、ついた外からこう運び込まれた泥なんですね。この泥の中にはですね、後でまた説明といいますか見ていただきますが、昔の生き物の化石なんかもですね、含まれている場合があります。そうです、化石とかあるんですね。さて、
ね、イランフォースとかちょっと後ろのスタッフ、またお手伝いお願いします。ここでですね、ちょっと皆様に、商品の席を見ていただきたいと思います。蓋を開けてですね、中に、敷物を敷いてください。あ、すげえ、ゴージャスじゃん、ゴージャス、ゴージャスそして、今から出すものを、はい、大丈夫です。何かな、これは何でしょうかね。石、石です、そうです、石です。石の、白い石の塊、これ何かなという感じです。あ、ミールお願いします。これ石筍ですね。石筍、さっき皆さん足って踏んでたやつですね。だんだん成長するとこうなります。で、これをですね、裁断するとこうなりますね。で、見てみましょうね、こう、こうなってます。これ本当はですね、こうまっすぐ伸びないといけないんですけど、途中で地面が多分歪んだんでしょうね。土台がずれてですね、そしてギュッてこうこうなってたのがガッてなって、途中でまたまっすぐなってます。で、水がポタポタ落ちる場所がここでですね、で、ここがちょっとへこんでますね。で、よく見るとこうしましまみたいな、モコ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 っていうような感じで、こうモコモコモコっていう感じでですね、モコ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 こうできてますね。で、これですね、顕微鏡で見るとですね、あの年輪みたいなものがあるんですね。肉眼では見えないんですけど、成長した痕跡というのが顕微鏡で、見ると分かります。さて、で、もう一つ、これはですね、ちょっと割れてますけど、これ頭の上にぶら下がってる鍾乳石ですね。それを、割りました。こんな感じですかね。これ2つ持っておきましょうね。皆さん照らし見てください。見えますかね。真ん中に溝があるの分かりますか。溝が、あ、そうです、その通りです。頭の上にポタポタさっき落ちてましたね。その水のですね、通り道なんですね。で、これあのストローというですね、あの鍾乳石からだんだん周りにこう鍾乳石がどん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 煮崩れてきて、つらら石という鍾乳石になっていくんですが、こう全くこうこう裁断するとですね、中がよくわかりますね。はい、こんな感じになってます、鍾乳石というのはですね。さて、触れたい人は触って結構です。今日しかないです。あ、でお兄ちゃん、あのこっちでですね、あの こうやって触ってね、こうやって優しくね、マジで割れるからね。そんな弱いんだ。そうそう、とっても弱い。でも今日だけですよ、これ触れるの。皆さん大人の方も遠慮せずに触ってみてくださいね。何かご利益があるかもしれない。ご利益。わかった。なんか濡れてるみたい。黄色が行ったみたい。濡れてるみたいね。ちょっとね。ちなみにこんな風にですね、あのなってて、見えるかな。あ、ありがとう。これあのストローという鍾乳石、この真ん中の管みたいなところのですね、先っちょの部分を拡大した写真です。で、こういう風になんかギザギザになってますね。これあの崩壊石っていうですね、鉱物の、あの鉱物なんですけど、こういったですね、崩壊石という、まあ、結晶がですね、こういった鍾乳石を全て形作っています。いろんな形の鍾乳石ありますけど、全て崩壊石、崩壊石というですね、結晶をあの作ってるんですね。で、こういう薄い板みたいなやつがだん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 こう積み重なって、でっかいこういう石筍とかできます。では、
じゃあこの鍾乳石はここに置いといて、また先を進みましょう。なんでこんなキラキラしてるの？キラキラしてるのはですね、結晶のですね、この角度があるんですね、この角度が。で、崩壊石っていうですね、結晶もですね、角度が決まっていてですね、平行四辺形みたいな形になるんですね。で、成長するんですけど、その角度がですね、光を当てるとキラ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 光るようになって、で、結晶もでっかい結晶になるとよく光ります。本当はもっと目に見えないぐらい結晶の粒ちっちゃいんですけど、これは結構ですね、でかい結晶の粒が表面にありますね。キラ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 。そんな感じです。どれぐらいかかるんですか、これ。これですね、だいたいこれで、1万年ぐらいですね。だいたい、ものによって5000年から1万年ぐらいですけど、これはかなり緻密なんでですね、1万年ぐらいかかってますね。さて、では行きましょうかね。この先には化石の広場という場所があって、そこで鹿の化石を見ることができます。今からちょっと皆さんにですね、見ていただきたいと思います。このライトさん、頭にあった方が便利じゃない？見るところがあれ、うん、沖縄に光っていたんですね。動物の化石ですけど、これ琉球ジカのですね、骨格標本です。たくさん の化石を組み合わせて復元したものですね。写真県立博物館から借りているやつなんですけど、
こういったのがですね、骨がですね、この玉泉洞にもですね、見つかることがあるんですね。で、こんな感じで見つかったんですけど、私今日実物持ってきました。で、今日、やっぱりこういう機会とかですね、皆さんに触っていただく機会ありませんので、ですね。OK ですね。前の方々、肩から、後ろの方に、こう、触ってもらおうね。これ最近は取り立てほやほやの琉球時間の盾です。ほやほやっていうのかな。これそう今この前のお兄さんからですね、なんで黒いのってありましたけど、これ土の中のですね、マンガンがですね、鉄分がですね、化石にくっついてと黒くなってますね。水に浸かってたっていうことを証拠だってますね。で、洞窟の中ですね、石灰岩というのはもともと炭酸カルシウム、アルカリ性のものでですね、まあ、カルシウムが豊富なので、こういった鹿の骨なんかも残りやすいですね。腐らずに、溶けずに、残るものですね。あ、ありました？あ、本当だね。これ本物なので、去年の大体12月ぐらいに撮りました、まあ、撮ったというか見つけましたこの動画ですね。はい、出たてほやほやです。魚はいますよ。まだまだ下流の方行かないとですね、ないんですけど。じゃあですね、化石を一番後ろの方まで、見ていただいたらスタッフに渡しておいてくださいね。これだいたい3万年より古い時代の、鹿の化石の骨です。で、これ琉球鹿って大きさどれくらいかというとですね、中型犬ぐらいの大きさですね。結構ちっちゃいです。で、肩甲骨の高さが80センチぐらい、かなりちっちゃいですね。鹿ですね、それでも大人なんですね。で、やっぱり沖縄の島という中でですね、育ったので高所化っていうんですけど、島の中でだん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 小型化していってですね、それぐらいちっちゃさになってしまったんですね。では行きましょうか。エビさんまだいないね。ガイドさんに迷い。わー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 、めっちゃ垂れてる。あ、今なんか落ちてきた人。はい、はい、あ、やったー。あ、何してるの？何のゴキブリがいる？いいよ。ほっぺについた。もっと可愛くなる。ほっぺついた。もっと可愛くなる。黄色の腕。すげえ、ほっぺついた。すげえ。次はどこに落ちてる？ね。っていうか、小雨レベルで水滴が垂れてくる。帽子かぶってるかな、あんまり。皆さん、もうちょっと前の方にお願いします。水の音聞こえますか ね。僕の方にですね、滝があるんですけど、お、滝、この滝はですね、玉泉深度ってさっき 2000m メートルぐらいあるという、行って帰って8時間ぐらいかかるという、あの場所の入り口になります。その滝の音ですね。ちなみに玉泉深度という場所を奥の方どうなってるかと言いますとですね、見えますかね、こういうふうに水がとっても多くてですね、こんなふうに苦しみながらですね、行かないといけない場所なんですね。見えますか、言い方で。奥の方はこういう大きなですね、鍾乳石がたくさんある、まあ、とても綺麗な場所で、石灰岩の洞窟が広がっています。では今ですね、私がなぜこの場所にいるかと言いますと、この前にですね、こう雲電盤というですね、この玉泉洞のライトをですね、
司る装置があります。これを今からですね操作して皆さんにどれぐらい鍾乳洞が洞窟が暗いのか味わってもらいたいなと思ってます。そうです、電気を消します。ですので皆さんちょっと手持ちのですね電気ちょっと消してみてください。私もだけちょっとつけておきますね。今のところないと。いやですね、分電盤消しますよ、電気ね。で分電盤操作するのもなかなか普段見られないんですよね。いきますよ。じゃあ私の電気を消しますね。3、2、1。うわこんな暗いんですね。うわ、ね、自分の手も全然見えないですよね。これが普段のですね、鍾乳洞の中で、ね、暗です。ちなみにコウモリとかはですね、こんな暗い中ですね、超音波っていうことですね、口から出して、飛び回るわけですね。じゃあ電気つけてみましょうね。はい、ちょっと安心ですかね。ではですね、進んでいきましょうかね。ああいうやつ。
か。そっちの方が気になると思う。やってるちっちゃいね。確かに。これのですね、これが大体200頭ぐらい、あの玉泉洞には住んでます。で、実物のですね、剥製を私今持ってきてますので、何でも持ってんだ。したいと思います。これは、あ、これ上の？上のはですね、これザトウムシっていう昆虫の仲間ですね。地下に住んでるちっちゃい1ミリ、5ミリぐらいになってる。じゃあですね、コウモリの剥製を今私手元に持ってますので、ちょっと皆さんにお見せしますね。見えるかな。私真ん中に行きましょうね。これ箱開けようね。ちょっと皆さん、これ人から借りたものなんで触るのはちょっとやめてくださいね。はい、こんなです。これあの頭の骨です。3匹分見えるかな。これ剥製ですね。剥製って骨を抜いたやつ、肉とか骨を。なんかよく昆虫である。皮です。そうです。見えます。どうぞ。これは沖縄国キクガシラコウモリって言ってですね、大体1円玉3枚分ぐらいしか重さないんですね。肉があってもですね、骨と肉があってもすごい軽いんですけど、これ私たちと同じ哺乳類の仲間です。で、子供をですね、お乳で育てます。で、大体1年に1匹子供をですね、育てるんですけど、こういった洞窟がないとですね、住みかがなくなってしまって絶滅してしまうので、玉泉洞も保護のためにですね、コウモリを守るために出口にはですね、猫ドアみたいな感じでコウモリもですね、ゲートを作って隙間を作ってですね、保護しています。さて、では皆さん見ましたかね、コウモリの発生ね。口が閉じますよ。もしまた後で見たいという方がいらっしゃれば、後でお声かけくださいね。さて、では食べましょう。暑くなってきた。どれですか？
なんか骨みたいなのを見つけた子供さんがいらっしゃるのですが、あれはですね、鍾乳石ですね。つらら石が折れて落ちたやつですね。どれぐらい前に折れて落ちたのか分かりませんが、泥の山に転がってますね。骨みたいに見えるね。落ちてきたって、この上から長い石が。あ、何かな、誰かが使ってたのかな。小さな隙間があって、そこから水が染み出していって鍾乳石が出てくるんですが、ここら辺はあの天井がポッポッて落ちてきてですね、山を作ったりしていて、で今から鍾乳石ができるんでしょうね。でもともとこれ石灰岩っていうのはですね、どうやってできたかと言いますと、もともと海の底にあったんですね。で海の底のサンゴ礁、これが元になってます。サンゴ礁に住んでいる生き物たちとか、サンゴ自体がですね、砕けてですね、で、島のこの、島棚というんですけども、ちょっと斜めになっているような場所にですね、たくさんその破片とか生き物の、海の生き物の死骸がずっと積み重なって、それがですね、岩となってこの石灰岩ができます。あの炭酸カルシウムのですね、殻を持った貝とかですね、サンゴとかそういったですね、有孔虫とかそういった生き物たちの、死骸が積み重なってできた岩なんですね。でそれがあの、まあ、海からですね、陸地にこう地面が隆起するっていうんですけども、持ち上がってきてですね、陸地になって、そこにまあ雨とかが降って、で雨がですね、雨水が少し弱酸性を帯びてですね、この石灰岩を溶かしていって洞窟を作るんですね。でこれはですね、もう洞窟というのは水によってできるんですけども、そうですね、例えばこの玉泉洞、もともとはですね、天井まで水に浸かっていたんですね。でこういった空気なんかなかった時代があって、どんな感じかと言いますと、あるかな、これちょっと外国の鍾乳洞のですね、写真なんですが、これちょっと、丸い断面図になってますね。洞窟が断面になってますけど、これチューブ状のですね、洞窟で、もともと玉泉洞もこんな風に丸い穴だったんですね。でこの中も水がですね、天井まで水が浸かっていて、ここですね、まあ、そうですね、水道管みたいな感じで水が流れてるわけですね。でだんだん大きくなっていって、人間が入れるぐらいのですね、鍾乳洞になるわけなんです。でそのうち地下水がですね、下の方にどんどん、下がってきて、空気の空間が現れてきて、初めて鍾乳石ができてくるという、そんな感じなんですね。でここにですね、玉泉洞の 3D の、
データがあるんですけども、写真があるんですが、結構漁船のもですね、3D の写真で見ると、3D で見るの測量図で見るとですね、チューブ状の水道管みたいな形をしているのが分かるんですね。ちょっとまた見づらいと思うので、後で興味ある方はまたちょっと声かけください。ここも外しとくの？さて、ではですね、ちょうど漁船の、見どころというか、最大の見どころ、青の泉という場所に、着きました。この穴はね、水が落ちてきた穴だね。水がポタポタ落ちてきた。あ、皆さん、写真休憩ポイントです。写真どうぞご自由にお撮りください。水面がちょっと壁に映ってますね、反射してますね。この場所は青の泉といいます。で、奥の方から地下水が湧き出してきていて、リムストーンというですね、鍾乳石、段々畑みたいな、棚田みたいな形の鍾乳石を作っています。ちなみにこの下水の上流の方に行くと、もう一度もあって、エビさんいないね。エビさんいないね。では皆さん、今日はですね、特別にこの青の泉を桜色に変えてみたいと思います。かけてからね、少々お待ちくださいね。桜色に変えます。黄色見えた、エビさんも酒の瓶があります。これまではちょっと青の、ちなみにお子様たちにある方法です。たまにエビとかカニとかエビカニいるよ。あそこ泳いでる。どこどこ、いた？わあ、本当だ。私の髪の色だな。一応ですね、鍾乳洞ですね、この後ちょっとまだですね、ですが、最後一旦皆さん地上に出てからですね、まだ鍾乳洞を堪能したい、漁船の堪能したいという方はですね、逆走してですね、先ほどのイギリスの方まで歩いて帰ることもできますので、その時もピンクロにしてますので、そこでまた特にですね、お時間なんで。これはどんどん上がってきそうです。
どこどこ、身代わり感。これ前のですね、戦争のお兄ちゃんがちょっと指摘しましたが、これ変な形ですねっていう話なんですが、これあのフローストーンって言って、まあ、日本語で言うと流れ石と。触ってみていただいても結構です。で大雨が降るとですね、壁から水が流れ出してですね、その水の中の炭酸カルシウムが沈殿して溜まってこういった鍾乳石ができます。スローストーンって言うんですね。お昼だもんね。では今からですね、皆さんの目の前にはでっかいつらら石が現れます。人間より巨大なんですね。そうです、この大きな太いつらら石ですね。私のちょうど、右手、皆さんから見ると左手にございますが、これですね、何本ものつらら石がたくさん集まってできたですね、鍾乳石。日本国内ではこういった南西諸島にしかですね、見ることができない複合鍾乳石っていう、複合鍾乳石というつらら石ですね。これは南西諸島はですね、鍾乳石の成長するスピードが、本土と比べたら10倍ぐらい速いですね。なのでですね、すごい巨大になるわけです。でこれですね、半分に切ってみるとですね、横にスパッと切ってみるとつらら石がたくさん集まっているのが分かるんですが、その間をですね、泥が埋めてます。で、天井まで水がたまにですね、増水したときにですね、来たりもすることがあって、そのときにつらら石とつらら石の間に泥がたまって、そしてその後、水が引いた後にですね、鍾乳石で覆われるという、そういったですね、出来方をしています。あ、なんだろうですね、我忘记。
はい、ではそうですね、ここでまたちょっと珍しいものを皆さんにお見せしたいと思います。鍾乳石なんですけど、見えますかね、後ろの方も見えますかね。こうちょっと丸いですね、玉みたいな鍾乳石があるんですけど、これケーブパールって言ってですね、玉泉洞でもたまにですね見つけることができます。で、だいたいチュッパチャップスぐらいの大きさになったりしますけども、で、だいたい100年とか200年ぐらいかけてチュッパチャップスぐらいの大きさになります。これですね、なかなか普段はですね見ることないんですけど、また触ることもあんまりないんですけど、今日特別にですね、沖縄ワールドの博物館から借りてきました。で、これ皆さんに触っていただければと思います。じゃあちょっと今出しますね。ちょっと少しお腹も減ってる子どもたちもいますが、少々お待ちくださいね。はい、そうですね。どうぞ詰まります。ゾンザイにこんなケースに入ってますけども、これとても珍しいですね。洞窟真珠と言いますね。じゃあお兄ちゃんちょっと代表じゃなきゃ、まず落としたね。そしてグループ、皆さん4グループぐらいいらっしゃいましたね。グループごとにお渡ししましょうかね。はい、どうぞ。じゃあちょっと見てちょ、はい、すいません、はい、どうぞ。緊張するで、こう、どうぞ。そうか、皆さんどうぞ、後ろの方、あ、すいません、はい、本当だ、薬みたい、うん、お菓子みたい、はい、後ろの方、あ、なくしてた。これ雫がですね、上からポタポタ落ちてきて、ちっちゃい浅いプールみたいなところでくるくる回転してですね、丸くこう鍾乳石がコーティングするんですね。とても美味しそうですよね。ね、のりのあんこみたい。どうぞ、はい、あ、すみません、ありがとうございます。大体この大きさで、50年ぐらい経ってますね。意外と早いです、成長するのがね。で、これですね、パチッと切るとですね、中に、砂粒とかが入ってる場合もありますが、核になっているものがたまにはですね、カニの爪だったりですね、まあ、貝殻だったりですね、そういったものが核になっている場合もありますね。魚がいるかな、いるかな、魚いるかな。どうしたの？さて、では行きましょうかね。中からもほとんどどんどん水が流れて、長くなるんですね。わかりますか？中と外と両方からですね、成長しますね。ピンクの変な石、あれ何かな、なんだろうね、後で拾っとこうね。人工的なもんだな、あれは。誰かがあれ時に投げたのね。Thank you.
ちなみにあの皆さんはですね、水中のこの川床なんですけども、川床はですね、漁船の場合冬になるとですね、真っ白く消臭性が沈殿します。で、夏場になるとそういった沈殿はないんですけど、冬場になるとこういった床がですね、白く消臭性がコーティングされるんですね。これあの冬と夏とでですね、違いがあるわけなんですが、何が違うかと言いますと、冬場はですね、結構洞窟の中の換気が良くなるんですよ。洞窟の中の気温は暖かくて、で洞窟の外の気温は冷たくなるんですけども、冬場は。でその気温差によってですね、大気圧って言いますけども、その大気圧の差でですね、洞窟の中の暖かい空気が外に出てきてですね、で冷たい空気は重いのでですね、洞窟の中に入ってくるんですね。で冷たい空気に押し出されるような形で、暖かい軽い空気が外に抜けていくと、そういったですね、動きがあの冬になると活発になるんですね。なのでですね、大きくなるので、なので洞窟の中の二酸化炭素濃度が薄くなって、で水中の中に含まれている二酸化炭素が抜けやすくなって、そして炭酸カルシウムが沈殿しやすくなるというですね、そういったことなんですね。なので皆さんの目の前にある鍾乳石は冬場に結構成長しているということで、夏はあんまり成長してないので、ちょっとそこら辺を覚えていただければなと思います。そうですね、寒い地域が育ちやすいというわけではなくてですね、この沖縄の場合はやっぱり石灰岩のですね、質がちょっとですね、本土と違うんですね。とても穴ぼこだらけのですね、多孔質な琉球石灰岩という岩がですね、元になっていて、水が通りやすいんですね。で溶けやすいというのがあります。これが影響して鍾乳石ができやすいということなんですね。で、本土の方に行くと、古生代の2億年とか3億年ぐらい前のとっても緻密な石灰岩、それが洞窟を作ってるんですけども、洞窟の元になってますが、あまり水がこう水道が少ないんですね。なもんですから鍾乳石もですね、こんなにすごい高密度に生えないんですね。あれ、ついた。あ、もう、ちょっと怖くなってるから我慢できないか。ちなみに今皆さん地下40メートルぐらいの場所を歩いています。なのでなかなか簡単にコーティングされてる。怪我してるみたいじゃない。ちょっと待ってね、お腹空いてるかもしれない。指の方は強くなります。先ほど川の中でですね、鍾乳石がたくさん沈殿するという話をしましたが、千人坊主、ここに川に沈めてるですね、壺があります。壺がある、壺が今ちょっと取り出しましょう。これ5年間ぐらい漬け込んでる壺なんですけど、出しますね。ちょっと濡れるから少し離れててくださいね、手すりからちょっとね。これ壺の表面に鍾乳石がついてます。よかったら触ってみてください。どんなかな、ダラダラしてるかな。ダラダラしてる。チクチクしてるね。5年ぐらいつけるとこういう風に厚くですね、炭酸カルシウムが鍾乳石がですね、くっつきます。たまにですね、水の中にメガネを落とす方もいらっしゃるんですね。
こんなメガネなんかもこんな風に正直言って、覆われてしまったりしたの。すごいなと思った。今年くらい終わりたいです。ジャストとかおちゃんってこの水の中で5年ぐらいのこれ中に入ってたら、ここからですね、まあ、先ですぐ合流するんですけど、上からの経過を見たい方は階段登られてください。でちょっと階段苦手な方は下から参りましょう。すぐそこですぐぶつかります。ちなみにこのひねくれ地蔵というやつですね、これもともとはですね、まっすぐ立ってたんですが、この下の岩がちょっとずれ動いて斜めに立っていって、その後に新しくですね、まっすぐ白く透明になったゲートですね。だいたい1万人ぐらい前にずれ動いたと。皆さん見ますいいですか、こちらは。ゆっくりですかね。これはですね、インド宇宙ですね、立派な石の板ですね。これも大体4万年か5万年くらいだったんですね。この洞窟の気温っていうのは、この地下水の気温に
30分ぐらいなんですけれども、この地下水の水温がですね、今申し上げましたように19度から20度ぐらいあるからですね、気温が大体20度ぐらいですね。ちなみにあの寒い、例えば北海道の洞窟なんか行くと地下水にとっても冷たいので、ね、山の水が入ってきますので、洞窟の気温がですね10度から11度とかね、秋吉堂なんかも、山の水が入ってくるのでだいたい16度とかそれぐらい結構冷たいですね、洞窟の中の水が入ってくるので、ご覧の方もよろしければぜひどうぞ今回の機会しかいないと思います。なんか水管の方で、はい、気持ちいい。そうだね。
が出てきた。ケースに入っちゃうとなんか豚に水族館みたいな。みんなすごくない？よく見つけられるね。あ、本当だ。すごい、こんな透明なのによく見つけられるね。こっちにいるよ。どこの子？あ、すごい。誰が見つけたの？俺が見つけた。すごいね。